さあ続きからやっていきましょう。まあ新しい雑誌あったっけ？地と時間が空いてんだよな。ああ、あるな。待ち望んだガーディアクエストサーガがようやく発売。まあ、今回はガーディアクエストだね。新年&ガーディアクエストサーガ発売おめでとう。ついに発売、ガーディアクエストサーガ。発表から2年半、ハードの変更、2度の発売延期を経て、ようやく待望のシリーズ第3弾。前作2に続く物語が描かれる。2知らねえんだよな。で、まあ基本的には前作でやったガーディアクエストと一緒かな。武器には性能があって、どっかランダムで選ばれると。ガーディアによって戦闘で使える2つのスキルが変わるよ。序盤のおすすめは攻撃を強化するスキルかな。必ず最初に攻撃する早手の一撃とか命中率が上がる。狙い切りは装備する武器次第で序盤以降も末永く活用できる。ガーディアはなんか、お助けしてくれんのか、攻撃以外に。ガーディアの発動でパワーアップ。一撃必殺の大技で大事な場面を乗り越えよう。発動を使うとプレイヤーの全能力がアップし、武器コマンドがガーディアの力を借りた必殺スキルに変わる。前作とだいぶ違うな、そうなってくると。君はどんな性格のマイスターが好きかな？仲間マイスターはオートで戦ってくれるけど、性格によって同じ状況でも何をするかが違うよ。特に不思議ちゃんは、普段はマイペースだけどたまになんかすんのか。マイスターは一人まで。マイスターって何？わかんないんだけど。で、冒険記録か、編集の。回復肉とか、黄昏の街に着いた、戦士の斧の一撃。新型ゲーム機、最前線、ゲーコンミニカラー。あんなに大きかったゲーコンが嘘みたい。まあめちゃくちゃ小さくなってるからな。ミニ用のソフトも遊べて、至れり尽くせり。そしてあのフロッピードライブシステムはいつの間にか遊ばなくなって部屋の片隅に。大容量なのに安いデータも保存できると当初は一躍脚光を浴びた、フロッピードライブシステム。でもガンデュエル用に試験用に作られた特殊チップ搭載の大容量ロムが安定接算できるようになるとロードが遅いなどデメリットが目立つようになってしまい、ちょっと寂しくもあるよね。まあそういうのあるな。なんかいっぱいあるな。スーパーなんたらばっかじゃないか、ここ。野球ゲームか。そういや野球ゲームなんか出てねえな。出せばいいのに。さあ、ガーディアクエスト挑戦状の内容。黄昏の街を目指せ。さっきの雑誌に書いてあったな、黄昏の街って。カラーだ、緑色だ。でも手持ちは白いんだよな。シーラカンス。あ、前作と似てる。その昔、不思議な力でガディアという守護者を従え、世界に平和をもたらした勇者がいました。それから長い長い時間が流れ、再び世界に暗雲が立ち込めた時、勇者の子孫である三人の兄弟が、祖先から受け継いだガディアを従える力を使って闇を払い、天界、地上、冥界を統一し、世界を一つにすべく力を尽くしました。これは、一番最初の話だな。ガディアクエストの話。しかし時は流れ、闇の力は冥界の奥深くで再び目覚め、魔物たちを操って三つの世界の平和を脅かしたのです。そこで伝説の勇者の血を引く三人が立ち上がり、地上界の王女と手を取り合って闇の力と戦いました。そしてついに三人の勇者は自らの力を結界に変え、闇を封じ込めて世界に再び平和を取り戻しました。さらに時は流れ、これが2の内容なのか。三人の勇者の力は結界の作用によって三つの世界に満ち、ガディアの力を使える者が世界中に現れ始めました。ほう。ガディアの力の使い方を極めた者はガディアマイスターと呼ばれて敬われ、世界の平和を守ってきたのです。しかしその平和にも陰りが見え始めていることに気づくのもまた少なくなく、息を吹き返した闇は着実にこの世界へ力を伸ばしつつありました。
この物語はガディアマイスターを目指す3人の若者が天界の女王に会うところから始まります。別に前作の子孫ってわけじゃねえんだな。ガディアクエストサーガ、光と闇の2つのソフトがあるらしいんだよな。なんかこのシーラカンスのロゴ、あれだな。あ、名前ね。名前、まあドラオでいっか。前作でもそうだったしな。前作と一緒でいいだろ。シーラカンスのロゴがアトラスっぽいな。これは、なんだっけ、深夜だっけ？先にどっちつけてたっけ？深夜だった気がする。で、マサル。マサルは女性だけどね、どう見ても。あのグラフィック女性だろ。よく来ましたね、ガディアマイスターを志す若者たちよ。私は天界の女王です。イニシエの三人の勇者の恩恵でガディアを従える力は多くの人々の間に広まりました。しかしその力は誰もが身につけられるものではなく、生まれつきの資質が必要なのです。まずあなたがガディアマイスターになるための洗礼を行いましょう。あなたがあったのうちに眠るガディアを従える力を引き出すのです。さあ、目を閉じて。今私はあなた方に仮初めのガディア、幻の守護者をつけました。ここセンティーダの東にある黄昏の町にガディアマイスターの資質を試すための場所があります。あなた方にマイスターの資質があればそこに本物の守護者が現れるでしょう。しかし資質がなければ今あなた方についている幻の守護者は消えます。少ないですがこれで旅の支度を整えてください。500、そしてこの冒険記録を授けましょう。いつでも冒険記録を残すことができます。冒険記録、さあお行きなさい。黄昏の町へ。そして自らの資質を試すのです。東に行けって言ってたな。どうも。イニシエの時代ガディアは3人の勇者を守護する存在だったが、今では1人のガディア使いを守護し、そのものの力を強める存在になっているのだ。1人に1つのガディアみたいな感じか。それゆえ敵と戦う時には自分を守護するしているガディアが備えているスキルを使うことができる。そしてスキルを使うにはそのスキルに応じた MP が必要だ。ただし今の君たちについているガディアは幻だから特別なスキルは何も備えていないぞ。ついてないようなもんってことか。ジョムー様、天界のみならずこの世界すべてを見守る女神様のようなお方なんだ。なんかあるぞ、向こうにマップが見えたけど、最初の街と一緒じゃね？前作の。これもらっていいやつかな。これから冒険役立てるといい。それぞれの効果は、ウィンドウに説明が出るようになったから、使う前に読んでおくといいぞ。調べるかな。ワイバーンの羽。お、絵もあった。回復肉。こんなもんやろ。お、絵もあった。毒消しまんじゅう。まあ、効果はわかるな。羽生えてるな、この人。まあ、今回も展開と魔界の扉っぽいのがあるな。あれなんだろう、回復屋か。これは道具屋だよな。こんにちは、道具屋。買いに来た。回復肉。毒消しまんじゅうは今、魔除けのお香。魔物を遠ざける不思議なお香。塔や迷宮などでは使えない。今の装備ってどうなってる？まあ、ボロいわな。装備強化するか？武器屋だよ。戦士の斧。戦士のサーベル。一番高いの買えや。銀のナイフ。マサルは何だろう、魔法使い系なのかな。なめし川の服。防御。まあ一個これ買っていいよな。サーベルかナイフかってとこだけど、買うか。難しいな。俺に着せてもいいんだけど、他二人にもなんかやっときたいんだけど、どうせどっかで装備は拾えるからな。マサルの強化幅がないから、サーベル買って、深夜にかな。道具で装備でいいのかな。これを、
ドラオで、これを深夜に。OK。あーと、間違えた。回復系が欲しいか。買っとくか。回復2個。3。これで5個だな。まあ、5個あればいいだろう。ワイバーンももう1枚買って、よし。まあ、だいぶ使ったけど、こんなもんでいいだろう。誰か話しない?いやー、参った。私は黄昏の町から来たんですが、商売といえ町、毎日の往復は骨が折れますね。え、黄昏の町はどこにあるのかって?ここはずっと東に行って橋を渡ったところですよ。道中は物にお気をつけなさい。まあ、この辺りの魔物ならあんた方も覚えてらっしゃる。メイガルって魔法がよく聞きますよ。覚えてんのかな俺魔法。覚えてねえな。強さで書いてあるかな?お、幻の守護者ってこんな感じなんだ。覚えてる魔法って見れないの?まあいいや。この辺の魔物はメガルが効くって言ってたな。東に行けって、あ、東逆だね。言ってたな。じゃあ上から行けばいいのか?ああ、お、一緒だな。まあ、こいつは多分スライム的やつだからな。魔法覚えてない。メガル覚えてるな。セレクトで説明が見れる。強い MP さん敵一体にダメージを与える。殴っていいんじゃね?まだまだやれるな。OK。まあ、レベル上げつつ、東に向かえって感じだな。長いぞ、ガディアクエスト。今回もなんかレベル上げろみたいなやつあるのかな?ほら!あ、外した!お、レベル上がった。回復の魔法が、あ、来た。オッケー、回復の魔法が欲しいんだよな。まあ、できれば、回復の魔法だけで済めば全然いいし。構わんからな。これか、走って。橋渡ると、強くなるんじゃなかったっけ、敵。あ、外した。戦闘は、まあ、雑魚敵だからな。連打でいいのよ。OK。もう、1レベぐらい上げたいけどな。うわ、なんか知らないモンスターいる。気まぐれなハリーキュウイ。ちょ、先に、どっちやった方がいいのかな?こっちかな?やばい!あ、やばい!深夜が危ない。おー、危ねー。魔法でどうにか30ほど回復する。結構高いな。マサルも回復しとくか。減りすぎてるな。宝衛二人って防御弱いのかな。守り10、7、5、あ、いや、マサルが宝衛がやばいな。これか?黄昏の街って。ここ?黄昏の街へようこそっていう?あ、来た。ここは黄昏の街。お城の向こうに沈む綺麗な夕日が自慢の街。あ、じゃあもうここで冒険の書を使えばいいのか。トイレか?これでクリアか。早いな。はい。やったー。早いな。まあ、でも、レベル上げしろとか言われたりすんだろうな。誰か倒せみたいな。挑戦クリアや。お前やったな。このゲームは通信ケーブルでデータの交換ができんね。ガディアの交換ができるらしいからやってみような。お前のカセットは光バージョンで、俺のカセットは闇バージョンなんや。出てくるガディアがちょっと違うらしいから、交換が楽しみやな。カセットが2種類あるなんてつらいなと思ってたけど、こういう楽しみがあったんやな。これは新しいわ。まあ、ポケモンがそうだもんね。ほうほう、クリアしたみたいやな。まあ、これくらいができると思ってたわ。せやけど次はそう簡単にはいかへんで。ガディアクエストスターが全員のレベルを5に上げろ。前回9とかじゃなかったっけ?あれ5だっけ前回は。前作。
この挑戦はパーティーメンバー3人全員のレベルが5以上に上がれば達成、全員のレベルが5以上になったら冒険記録を使って保存しよう、保存が完了したら挑戦クリアだ。全員のレベルを5まで上げろ。弱い敵と戦って地道にレベルを上げるもよし、強い敵と戦って一気にレベルを上げるもよし、使いやすいスキルを持っとるガディアに交換してもよし。それお前の自由やで、好き勝手にしとやったらええねん。ほな頑張りやー。世の中の勇者たちは何でもなんでいつもいつも危険な仕事ばっかり頼まれてんねやろ。お人よしなんかな、ノーと言えへん性格なんかな。断ることも覚えた方がええと思うねんけどな。まあそれ言っちゃゲームが進まねえからな。まさかゲーコンミニがカラーになって帰ってくるとはな。想像もしてへんかったわ。未来ではさらに想像もできへんようなすげえ携帯機が出てそうやな。未来ではどんな携帯機があんの？立体に見える画面が2つ両方あんだけど、立体に見えるの方は結局廃れてんだよな。バーチャボーイだっけ、あれも立体に見えるっつって出てきたけど時代が早すぎたっつって廃れて、任天堂 3DS も出てきたけど結局 3D 機能使わねえなっつってみんな大体切ってるからね。画面が2つ画面が2つもう画面が2つもないけどな。俺は今画面2つのやつやってるし 3D 機能ついてるんだけどやってるけど、2つはないわ。多ければええもんでもないやろ。画面が2個ついとったらどっち見てゲームしたらええねん。画面1個でもすでにてんやわんやなっとんのに。でも2つは2つで面白いんだよね、タッチ機能がね。さあやろう。ありのオン。まあこの辺はスキップで一緒。さあどうしよう、レベル今2なのか、思ったより低いな。黄昏の街探索してもいいけど、まあレベル上げだからな。なんだあれ、なんだあれ。てか王女様だっけ、女王様だっけ、どこ行けって言ってたっけ。戦闘どうしよっかな。オートに切り替えてしばらく戦ってもいいか。あ、レベル3になった。グースか、なんでお前が一番最初にレベル上がんの。みんな均等に入ってないのかなこれ。わ、毒の沼だ。オートにしよっかな。ピンチになったら俺が出るって感じで。あ、レベル上がった。飛んでーけ、飛んでーけってなんだ、ルーラ的なやつか。好きな場所に移動できる。あー、ワイバーンの羽だね。あー、回復しよっかな。お金あるから肉で回復すっか。ドラオと深夜を回復かな。深夜じゃねえ、マサルか。3なんだよな。ちょっと待ってよ、一旦冒険記録書こう。黄昏の街探索甘いんだよな。黄昏の街に帰っていろいろ見たいとこではあるけど、こっちなんだろう。ん？こっちなんだ。あ、なんかやばいかも。大丈夫かな。破壊する傀儡、魔法覚えてねえんだよな。魔法ヒーラーしかないし、メガル6いって、あ、いいダメージ与えたな。あ、まだ倒せるかこの辺の敵は。あぶねえ、やっちゃったかと思った。ここどこだ。あ、なんかやばそうだけど、大丈夫か。美しき魔女って何。目がある、効かない。いいダメージもらっちゃったな。
2、13。やばい、帰ろう、倒して帰ろう。あぶねえ。待って、回復回復。待って、魔法で帰ろう。黄昏の街に。どうせ回復屋あるだろう。探索、あったあったあった。回復して。一晩5マネー。お金結構あるな。まあ、黄昏の街拠点に戦うのが一番いいよな。道具屋、なんかあるかな。毎晩の羽、魔除けの子、ブロンズストーン。ああ、監禁のやつか。ああ、君。そう、君だよ。驚いた。アヒルが喋って驚いたろ。あれ、あまり驚いてないみたいな顔だな。なぜだろう。まあ、前作にも言ったからな。俺は喋るアヒルのゲック。なぜか、先祖代々喋れるのだ。ここはいい街だろ。ぽちゃぽちゃ水浴びする池もあるし。そんだけ？君はガーディアマイスターを目指す者たちか？ならばそこにある巨人の顔の看板が目印のガーディアマイスターギルドに行くといい。あれ？俺、黄昏の町に用があるんだっけ？マイスターになるための資質を試すことが、あ、それだ。どこだ？下か？あ、これか。話すじゃない。調べるかな。ここで資質。あれ？ 3 人の勇者じゃね？あれ。初代だ。こんにちは。ここはガディアマイスターギルド。世界中に建てられていて、ガディアマイスターの活動の拠点になっているんだ。俺たちギルドに所属しているマイスターは赤い服が見てるしさ。なるほど。こんにちは。シス？おう、お主らガディアマイスターを志す者たちじゃな。左右者の像の、と向かい合うのじゃ。古の勇者よ、この者たちに守護者の祝福あらば栄光の光を。これは、これほどまでの光は。ドラゴンのもとに大地の守護者が現れた。契約が結ばれた。深夜のもとに風の守護者。契約が結ばれた。炎の守護者。全員知ってるな。なぜじゃ、なぜ。どうした？ジジ。ゴー！なになになに？ゲゲゲゲゲ。ついに現れたようだな。闇の秩序を脅かす者が、お前たちにはここで消えてもらうぞ。何？闇からささき。契約じゃねえ。あ、力と惑いの一撃、発動パワーアップ。守りが3、速さが6、力1。大地の守護者は力が上がりやすく、守り、まあ物理に高くなんか速さが1上がる。あ、発動で1失った。命削るのか、この発動って。惑いの一撃、はやての閃光、グレンの炎。18。惑いの一撃、渾身、いいダメージ。あ、でもなか、まだ残るか。もう一回やるか。相手の先行、混乱させるなのか。じゃあ攻撃だからこっちの方がいいのか。グレン全体ダメージ MP4 消費。炎の斬撃、こっちの方がいいか。あ、やばい。全然効いてないな。やばい。あ、解除された一人。これでいいかな。で、ちょっとヒールをマサルにかけて。普通に魔法打つか。ヒーラー。あー、やられた深夜。あー、惜しい。あー、上がらない深夜。ずれちゃった。こういうの嫌なんだよな。
そうだ、お主らが勇者の像に向かい、わしは今まで見たことないような強く眩い光を見た。お主らは守護者から特別な祝福を受けている。遠い昔、わしが勇者の像の前に立った時、幻の守護者は儚く消え去ったことを思い出した。心の中に何か暗いものが湧き上がり、あとは何も覚えておらぬ。そうか、わしは何かに心を奪われていたのか。この方は一刻も早く女王様にお伝えしてくれ。クソ、やられちゃった。復活はできないんだよな。復活は城のじいさんじゃないと多分できないんだよ。こいつ、道具より店でいいや。5マネ一緒だ。前作だとお城は10マネだったはず。黄昏の街の倍だったはずなんだけど。黄昏じゃねえや、あれ最果てだっけ。まあ、とりあえず報告しろって言ってたな。モードラたちはガディアの力を手に入れたのですね。一体黄昏の街で何があったのですか。深夜がやられたんです。ドラオたちは黄昏の街で起こったことの全てを話した。そうですか、ついにその時が来たようですね。今静かに深い闇がこの世界に近づきつつあります。野生の生き物が闇に囚われて魔物となり、ついにはその力が人にも及ぶようになったのです。あなた方は闇を払う力を秘めている。そして言い伝えではいつかこの国に闇を払う者が現れ世界を救うと言われています。今こそ旅立ちの時です。その力を磨き、地上界冥界の王とあってガリアマイスターの称号を手に入れるのです。そして世界に広がりつつある闇の正体を突き止めてほしいのです。この城から南の方角に地上界に通じる塔ヘブンズタワーへの入り口があります。そこに展開のガディアマイスターギルドのチーフホスローがいるはずです。その者にこの石を見せなさい。きっとあなたたちに行くべき道を指し示してくれるでしょう。青の守護石。とりあえず南ヘブンズタワーか。ヘブンズタワーつったら前作で装備買うか。前作であったけど、ダンジョンとして、まあこれ一着買うでしょ。高えな。一番高いの買えや。まあこれが勝るようかな。これを深夜につけても1しか変わんねえからな。安いのでいいや。お金はもうなくなった。一旦、道具を装備しましょう。古いのは売っていいよな。ほい、ドラを。これは深夜。これを勝る。で、古いの売ろう。オッケー。これ魔物じゃね？お前たち冒険するならまずは武器だ。武器にはいろいろあるが、それぞれ特性が違うぞ。安定してダメージを与えられる武器。当たりにくいが一発のダメージが大きい武器。うまく使いこなしてこそ優れた戦士になれる。そして武器も防具も買ったら迷わず装備だ。忘れるなよ。南の方に行けって言ってたけど、結局黄昏の街からかな。さっきの強敵の経験値深夜吸えなかったの痛えな。絶対美味しかったもんな。南って言ってたけど、やっぱ黄昏の街から行かなきゃダメだな。南の方角ってどっち行くんだろう。まあ簡単やわな。めちゃくちゃ南だったらここの下だけど、ここ左に行くべきだな。なんだこれ。行って話すじゃなくて調べるか。いやー毒。いやー、これ深夜めちゃくちゃ上がりづらくなってるかもな。据えてないから。やり直していいけどめんどくせえからいいや。こっから下かな。ガンガン倒せ。全体攻撃あったよな誰か。
早手、鉛筆消費すんだよな。グレン、敵全体にダメージ、これかな。眠りについて MP を10ほど回復する。 HP、MP の回復あんだ。グレンの炎、まあ魔女は魔法耐性あるよな。いや、メガル撃ってくる。まあ、あーやばい、深夜減りすぎてるね。あ、なんかもらった。ヒーラー深夜でいいかな。言って、そっちか。魔女に。いやー、普通に殴るのでいいよな。グレン。言ってもグレンで10代前半ダメージ与えれてるから、ありなんだよな。マサルが、やばいかも。ああ、やっと芯上がった。ちょっと厳しかったな。回復して。オッケー。5上がった時点でもうやめてもいいけどね。ここじゃないな。上か？またか。先に魔女狙うか。で、グレンがやっぱ強いのよね。あ、外した。うん、いまいち。でも、やった。回復微妙。ちょ、やらなきゃでいいか。最悪、ドラオが起きてさえいれば、あ、これか、ヘブンズタワーって。なんとかなるからな。帰り道はなんとかなる。お、赤い服だからギルドの人だ。この先地上に通じるヘブンズタワーの最上階だ。君たちはまだ、それは青の守護石、それを持ってここに来たということは君たちは闇を払うものか。わかった。ではまずこの俺と戦うのだ。おい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 、その前にガーディアンの力を最大限に引き出す方法、発動のことを教えておこう。敵と戦うときに発動のコマンドを使うと、自分の体がガリアのオーラで覆い尽くされ、より強い力を発動、発揮できるんだ。発動中にしか使えない攻撃スキルも使うことができる。ただし発動中に自分の身を覆うオーラはじりじりと自分の HP を奪っていくぞ。故にあまり長い時間発動状態で居続けるのはできないのだ。ガリア使い同士の戦いでは、両者があらかじめこの発動状態になって戦うことになる。そしてガリア使い同士の戦いは1対1で行う決まりだ。さあ誰が戦う？深夜はまずだけだ、ダメだからドラオかな。よし、いざ勝負。我を守りし守護者の魂を、この闇、この身に宿りて完全なる力を発動せよ。勝てよ。人と戦うんだ。マイスターの男が守護者の力を発動した。おーおーおーおお。あれ、なんか見たことある、この守護者。大地の一撃。力を貯める。混乱させることがある。まあ、力貯めるか。痛い。2。次に武器を使って攻撃するときの威力が高まった。何なん、倒せ。おりゃ。え ?1。いまいち。でもいいダメージ出たな。もう一回貯めるか。相手の攻撃全然効かないから。ちょっとナメプしていいかも。まあまあ、いいダメージ。53。まだか。惑いの一撃。何？回復しやがった。まあまあやな。やった。あ、レベル5になった。ん？あ、宝箱は隠し持っていたようだ。もっと回復に行く。ジョー様に憎まれただけのことはあるな。よし、とりあえずここを通してやろう。しかし俺はホスロ先生の弟子。ホスロ先生はこの先で君たちを待っている。それと一つ、新米の君たちに教えておいてやろう。魔物には人間と話すことができてガディアンになってくれるタイプの知的で高貴な魔物と、全く話を聞いてくれない魔物の2つのタイプが存在するのだ。
この先魔物と戦闘になったら契約できるかどうか試してみるといいだろうな。それと道中の各地にはマイスターギルドの創始者ジェロニモが残したと言われるガディアマイスター心得の書が入った箱がある。見つけたらよく読んで冒険の助けにするがいい。そういえばガディアマイスターギルドもそろそろ平穏を取り戻していることだろう。なんかあったの？ガディアの交換もできるので一度話を聞きに行くのもいいだろうな。さあ行け。そして使命を果たせ。交換できんだ。てかガディア大地の守護者やっぱ見たことあるな。風の守護者、炎の守護者知ってるわ全員。その辺は変わんねえな。どうもここヘブンズタワー、天界と地上界をつなぐ架け橋の塔だ。地上は前作のマップと一緒なのかな、変わってたりすんのかな。